だから一切外悪二番もいいねよとコーラスコーラスも召してたけれどもいでろさい勇者の中継ぎ投手育成出身戦が後代ホークスエース任され投手参加巨人を破って日本一育成出身甲斐拓也は侍ジャパンの正捕手として戦がとアメリカ破って金メダル次から次へと育成育っているのにドラフト1位はどこにいた